こんな偽物もある、そういうタイトルのシリーズの一つとして撮っておりますが、この箱書き付け、どちらも楽吉左衛門十代探入のスタイルで書かれておりますが、一つは本物です、もう一つは偽書きなんですが、どちらが本物だと思われるでしょうか。右は赤筒茶碗、そして楽印があって十代探入像、左が左入像、黒茶碗、十代探入章、そして楽印があります。右が友箱、左が極め箱、そういう書き付けになっておりますね。楽吉左衛門当てクイズじゃないんですけども、どうでしょうか。私の好きなクイズ形式にさせてください。答えは5秒後です。はい、右が本物です、左が偽書きなんですね。それもね、時代が相当古い偽書きなんですよね。これ箱全体見せるとね、その時代感わかるんで、そうしてみますね。右が本物友箱で、左がね、先ほどの偽書き付けがあった箱ですけども、どちらもね、時代が乗ったいい箱ですよね。先ほどの偽書きもね、古い箱に最近書いたとかそういうものではなくて、書き付けされてから相当時代を経てね、全体に時代が乗ったというものだと思います。それぞれに押されている楽印は、探入のね、隠居印と先ほど言いましたけども、探入にはね、1811年に襲名してから、1826年に拝領印をいただくまで使っていた喜楽印、そして1826年から隠居する1845年までに使っていた拝領印、そして今見ていただいている隠居印が没する1854年まで使われたと言われております。計算しますと、喜楽印が15年、拝領印が19年、隠居印が9年使われたことになりますね。没するその年とかね、その前年どれくらい制作されていたかわかりませんけどね、やはり制作数は減っていたと思います。探入作品では圧倒的に拝領印が押されたものが多いですね。その次に喜楽印、喜楽印でもね、やや珍しいような気もしますけども、隠居印の押された作品はね、なかなか出会うことができないように思います。右の友箱の方はね、本物なんですが、本物となるポイントですかね、赤茶碗の碗の字ですね、石片がね、このように特徴のある形で書かれるんですね。これは拝領印の頃にも見られるんですが、隠居印で茶碗と書かれる場合、あるいは隠居印のある極めに書かれる場合の碗の字はね、すべてこういう形になっていないといけません。こういうような碗の字、拝領印でも時々書かれているのは見かけることあるんですけども、探入の碗の字というとね、やはり右側の碗が特徴的で正しいと認識されているように感じます。喜楽印だとね、このようには書かれていませんけども、隠居印ではまず 100% このような碗の字が書かれていると思います。もう一つ箱蓋を並べましたが、左のものは井戸型茶碗に、そして拝領印があって吉左衛門、こちらも十代探入の友箱書き付けなんですが、碗の字ですね、左の本物と真ん中の書き付けの碗はね、同じ人とは思えませんね。同じような碗の書き方としても、このようにね、石片が違ってくる、あとはね、字の中心線が違ってくるということはないんではないでしょうかね。この右の本物の拝領印と左の書き付けの拝領印が同じかどうか確認したいんですが、うまく並べてお見せできるといいんですが、どうでしょうかね。パッと見違う印象ありますよね。どこが違うかと言われると、どこかななんて考えますけども、楽の字のね、白と読める部分ありますね。この形がね、全然違ってますね。左の偽印の方は少し角張った感じがあるでしょうか。右の方はね、それに比べて柔らかく細く書かれているような感じですね。白の横に置かれる点々ですかね、それも両側違ってるような感じしますね。上の方に位置しているように感じますね。この書き付けの箱には左の黒茶碗が入っていたんですが、品物届いてみるとね、こ
これも全く参入ではないですね。釉薬もね、楽吉左衛門のものではないと断言できるでしょうね。こちらの購入価格は21,000です。また無駄なものを買ってしまいましたけどね。偽物資料として、まあね、今回動画にしておりますので、この動画を見てくださった方にはね、注意喚起にはなると思います。私は大事なお金を使ってしまいましたけどね。皆様は注意して偽物をつかまないようにしてください。それでは今日の動画はこれで失礼いたします。